リクイ。はい、アリクイチャンネルへようこそ。今日やっていくのはこのコートルダ。よし、コートルダの入り口までもう少しや。見たところ異変は感じられぬようだが。ディルク様、あちこちの草むらから魔物の気配がします。俺たちを狙っているようですね。やっぱり魔物に異変が起きたのはオートだけじゃなかったみたいね。ぬう、まずはこの辺りの魔物を何とかせねばな。よし、草原に、草原にいる魔物を一掃するのじゃ。ということで一掃していきましょう。まずスライムでいいんだよね、このキャラクターは。途中で戦いをやめたくなったらリレミトで離脱できます。リレミトメニューを開くと欲しいですね。はい、とりあえずここら辺のスライムを、間違ってないかね、スライムを倒して先に進んでいこうかな。あれはドラゴンを倒した直後に現れた魔物の扉では。そのようじゃ。だがオートで見たものとは少し違っておるな。どういうことだ。本当だ、ちょっと変わった魔物があれを守ってるみたい。待てよ、もしかすると。とにかくその魔物をやっつけてみよう。どういうことだ。よっしゃ、どうなるんだこれは。あ、さっきの魔物をやっつけたら妙なものも消えたわ。なるほど。ってことはあれがやはり今のやつがなんか敵を出てくるものなのか。そういうことだったのね。オッケーオッケー、理解した。同じ魔物がいないか探しましょう。ってことはもっと前に日本に行っちゃっていいのかな。先に進んで魔物の扉は多いところに行くかな。全然見当たらないな。いた。要するにこいつを倒せばいいってことだな。いたぞ、さっきのと同じ魔物だ。すぐに倒しに行くぞ。ヘイヘイ、レベルアップ。さあどんどん来るぞ、ひときが上出来だな。燃えろ。扉の番人はいつ現れるかわからない、常に警戒しておかないとな。なるほど、やつらいつでも出てくることができるってことだな。お、なんだ、固まるんじゃないのか。あと一匹残ってるみたい。とりあえずここら辺を一掃しておこうかな。OK、 うわ、なんだこれ。へい、へい、テンションボタン、テンションゲージの満タンの時に丸ボタンを押すと一定時間ハイテンション状態になります。これか、さっきのやつか。魔物を片付ければ一掃できるはずだ。片手煉獄斬り、煉獄斬り、燃えろ、煉獄斬り、煉獄斬り、燃えた。ギガブレイク、オッケークリア。俺の作戦に隙はない。よーし、みんなここからが本番じゃぞ。何が起きるんだ。町の中へ。僕が一番乗り。おい、調子こくな、お前。やばい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 。取られてんのか、この城は。これってまずい状況よね。
ね、どうするの？ああ、すでに作戦は考えてある、うん、まずは敵から逃げるふりをして一斉に交代だ。頃合いを見計らって俺が手を叩く。それを合図に。また長いやつ？お、なんだ？テロか。間一発ね。なんだろう。この人は誰だ？ドラケーわかんないから全くわかんないぞ。これは予想外の展開だ。ちょっと男梅サワーを飲みます。完璧な作戦が。すごい。全然理解できないな。誰だ？あの、助けてくれてありがとうございます。おい、まだ味方と決まったわけじゃないぞ。魔法研究所の所長、ジュリエッタ。ジュリエッタ。お会いするのは魔法使いってことか。オッケーオッケー。理解理解。よろしくね、親衛隊長さんたち。よくぞ助けてくれた。礼を言うぞ、ジュリエッタ。ご無事で何よりですわ、ディルク様。知り合いなの？用心深いのね。でも、そういう男って好きよ。ジュリエッタって何者？とっても研究のしがいがありそうだもの。研究だと？この俺を解き明かすことなんてできやしないぞ。何真剣に答えちゃってるのよ。冗談に決まってるでしょ。あら、私本気よ。そうね、今度私のラボでゆっくり。あらら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 、ちょっと相変わらずじゃの。めっちゃ目が綺麗。してジュリエッタよ、早速だがポートルダの案内を頼む。わしはこの町を守るつもりじゃ。協力してくれるな？もちろん協力させていただきますわ。武器は何だこれは？ブーメラン。この町は私の研究成果で溢れていますもの。すげえな。かわいい発明品たちが壊されていくのを黙って見ているつもりはありませんわ。心強いね、ジュリエッタ。アクトを研究するのはやめておいてもらうとして、協力ありがとうございます、ジュリエッタさん。うふ、ジュリエッタでいいわよ、かわいい親衛隊長さん。それじゃあ早速この町を案内するわね。さしずめ、コートルダモモの一層ツアーってところか。冗談だったのね、今のは。のー、その通りよ。よし、みんなジュリエッタに続くのじゃ。ということでやっていきましょう。行くぞ。オッケー。町のあちこちに出現した妙なものから魔物たちがどんどん湧き出ているのに。あれは魔物の扉っていうものらしいの。扉を守る番人を倒すと魔物みたい。あれが魔物の扉。これか。それじゃ扉の番人とやらを倒してしまいましょう。オッケー。オッケー。レベルアップ。こんな感じでいいのかな、スムーズに進んじゃって。この町にある不思議なものは全部ジュリエッタの発明品なんだよな。すごい。ねえねえ、どうしてこういうものを作ろうと思ったの？そうね、オッケー。備えあれば憂いなってやつ。どうすればいいんだ。なんかこのスライムに乗っているナイトみたいな。私の最高傑作が完成間近なの。街を守りきったら見せてあげるわね。これで全部ね。あとは残っている魔物をやっつければ一段落よ。オッケーオッケー。残ってる魔物がこれか。オッケー。あ、どいつだ。よし、片付いたっと。あれ、意外にこのゲーム簡単なのか。残念だけど、そう簡単な話じゃないみたい。外からも魔物が押し寄せてきたようね。ちょっと面倒くさいことになってきたね。外からのお客さんなら。オッケー、さっきは逆方向来ちゃったからな。これか。で、これが魔導法。これが
私の発明品8号マダンホーよ。マダンホーか。このフォルム素敵でしょ。さあ早速動かしてみて。動かし方を教えてくれよ。バツか。バツで魔物たちが橋を渡ってきたわ。よく狙って撃ってみて。Lで狙う。で、まるで撃つ。おお、すげえ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 。命中よ。これを使えば戦いもとっても有利に進められるわ。勝ったんじゃね？え、めっちゃ強いこの武器も。ずっとこれ使えばいいことの話じゃん。コートルだ。これが動力装置ね。よし、絶対に守り抜いてみせるわ。この辺りの魔物はさっきやっつけたからしばらくは安全に運べそうね。だがどこでまた奴らが現れるかわからない。油断はできないぞ。そのため動力装置を守備する兵士を配置しておいた。我らは装置に魔物が近づけぬよう見つけ次第やっつけるのじゃ。ジュリエッタ社長、街の中にまた妙なものが現れました。魔物の扉、あの番人みたいな魔物がどこかに隠れていたようね。そのようじゃな。すぐに魔物たちが湧いてこよう。みんな激戦に備えるのだ。 OK、 じゃあ大切な発明品を守るってことで今日は名屋でやっていきたいと思います。へい。へい。OK。やばい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 、なんか来てんのか。来てねえ。OK かい。そんな簡単なはずないな。逆側にもいたってことだな。ジュリエッタ社長、町の中にまた妙なものが現れました。親衛隊長さん、よっしゃ行こう。まだ試作品なんだけど、これを身につけて魔物をやっつけると、魔物の心がコインの形になって飛び出してくるようになるの。モンスターコインを持っていれば好きな時に魔物を呼び出して一緒に戦ってもらうことができるのよ。何その便利な道具。ドラえもんみたいな。あ、危ない。おすげえ、めっちゃ綺麗映像。これがモンスターコイン。なんかハリーポッターと賢者の石の時にハグリッドが一番最初電気を消すやつみたいだ。実践あるのみね。方向キーの上を押して魔物を呼び出してみて。そんなことできんの。ああ。なんでもありだな、もうゲーム。魔物の心をつかめる道具とは、なんと素晴らしき発明じゃ。お褒めに預かり光栄ですわ。これで少しは戦いが。これでこっち行かなきゃいけないのか。やばい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 。さあ今は難しいことは考えずにどんどん使ってみて。早くコツをつかむためにね。 OK OK。 モンスターコインについての詳しい説明はメニューの中にあるわ。確認しておいてちょうだいね。 OK。ダイヤモンドラッシュ。 OK、 こういう感じいいのかな。なんでもありっぽいけど大丈夫かこれは。 OK OK OK。 知らないぞこいつ。やばいぞこいつ。え、こいつ目は弱いな。全然倒せない。OK、倒した。OK。
めっちゃ敵おるよ。オッケー。やったー。出した方がいいかな。OK、 今チャンス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 。装置が危ない。ご視聴ありがとうございました。また明日も動画投稿していくので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた、バイ。